総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など実践ルールはご覧の通りです。サイトセブンカープ第36回大会の出場者は、アシロギジン、サクラキュイン、シオネ、ジマーケ、チャーミー中本、バイク修二郎、ミネッチ、そして第35回大会の覇者、ディフェンディングチャンピオンシルビー。以上8名の精鋭が真剣バトルを繰り広げた本トーナメント。激戦を勝ち抜き、栄えある決勝の舞台へと駒を進めたのは、2代目オカマセイヌ、チャーミー中本、3代目カマセイヌ、シオネ。おはようございます。ファイナリスト常連のチャーミー中本です。今大会の決勝戦、おそらく視聴者の皆様はですね、カマセイヌ対決とかって思ってるかもしれないですけれども、もうそんなんじゃないですから。もう言語も変わりまして、やっぱりね、この世の中の流れが変わったとともに、サイトセブンカップの出場者の流れも変わっているんじゃないのかなと思っておりますけれども、2大会連続で決勝戦に来ておりますので、今大会ではしっかりと優勝をいただきまして、令和の最初のチャンピオンに、輝こうかなと思っております。まあ塩姉さんちょろいと思います。頑張ります。あ、それいいかもしれない。おはようございます。ついに来ました、決勝戦。初出場から7年かけて初めて来ました、対戦相手はチャーミーさんということで、カマセイヌ対決。はい、一度だけ対戦させていただいたことがあるんですけれども、その時はボコボコにやられちゃったんで、今回はリベンジして初優勝したいと思います。そしてですね、なんと優勝したらカマセイヌの汚名返上してくれるそうなので、今回は、ちょっとね、前回ね前半遊んじゃったんですけど、今回は朝一から本気で頑張りたいと思います。今回戦いの舞台となるのは千葉県松戸市の楽園松戸店本館。松戸駅西口より徒歩1分のところにあります。パチンコの設置台数は245台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん、1パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サイトセブンカップ決勝戦キックオフ。よっしゃ。約3年ぶりとなる3回目の優勝を狙うチャーミー、朝から気合十分です。待って、あ、ここユーパチだ。決勝でユーパチなんて受け身なことしないよね。おはようございます。今日は朝から真面目に打ちたいと思います。決勝戦なんでね。どうしよう真面目にって言ってもさ、真面目にって言ってもなんか5万円まで猶予があるとちょっと遊び心が欲しいよね。ターミネーター2結構相性いいんだよね。時短中にね、引き戻せること結構あります。あ、静かでいいねここいいけどだよね。ちょっとここがな、天の島とかだったらよかったんだけどな。パチンコ CR 新北斗無双、設置機種が一番多いですけど、ちょっと空き台がもう残りわずかになっちゃって、空いてる台の中から、255番台これキープしました。いいと思います。はい、
もう無双一択でいいんじゃないかな。迷った時はステージ衣装打てばなんとかそこそこ回ってくれるっていうイメージ。あー無双いきそう、チャーミーさん。ってなると悪い方向に行った時に私があんまりお金使ってなかったらシャアになる展開があるから、私は荒いのに行かない方がいい、出てから考えた方がいいですよね多分。あなんか結構緊張してるかもしれない。なんだろう、あま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 あ、じゃあ、気持ちが整いましたので、優勝を目指して頑張りたいと思います。キックオフ。はい、朝一は、主役はゼニガタのやつですよね、ルパンのアマ。これ全然アマデジじゃないアマのやつ座っちゃいました。思い出して結構昔の台で、右打ちで16ラウンド取れると払い出し2000発近くもらえる、全然アマじゃないアマに座りました。まあとりあえず、まあ初当たり取りやすいかなと思ってで、入ってくれたら爆発力もあるから無双にも立ち向かえるかなと思って、手後からね普通のアマだと思って座ったんだけどまあとりあえずここからスタートしたいと思います。だってルパン流れてるしはい、スタートします。最初の台で2000円様子見て32回転でした。1000円で16。なんでだよ。ちょっと残念な感じかな。まだ空き台があるうちに、空き台もそんなないんだけど、早めに移動します。あ、隣空いてるね、隣。そうですね、隣でもいいのかな、隣行ってみようかな。ちょっと早めに見切りつけて、2台目ややこしいな、新北斗無双の、2台目って言うと、2台目って言い方が何て言ったらいいんだろう。大移動してきました。2代目オカマセイヌ、2代目も無双です。よし、隣の上司の設定付けしたいんですけど、私設定付け向いてなくて調べ事するのが面倒だからでもね、仕事人 みたいに1回転目とかに設定資産演出あったりしたら大変だから調べとかなきゃというわけでしおねえ最新台ジョーズのアマデジへ移動です。よし、じゃあ1回転目夜ステージに移行することを祈って打ちます。変更設定す、移動しないんだっけ、移動しない。さて一方、北斗無双のチャーミーは、ロゴ赤で真ん中赤ショックだった。これ 3連続するんじゃない。よしよしよし、はい、3連続。はい、3連続の真ん中赤ショック。あ、保留が緑に変わりましたよ。OK、投球レベル100。あー金、フレームが金、扉は普通の色。ガシャン、雑魚軍、雑魚軍走れ、雑魚軍走らない。タイトル普通、テロップも普通。あ、赤い、いいよ、キリンから来い。赤、まあでも一応チャンスアップありました。トキ兄さん、ダメー復活は、はい、しない
惜しかった。やっぱ最後ね、キリンからカットイン見たかったです。1だと 116.8 分の1、6だと 95.4 分の1。引き続きお勉強しながら上手を打つしおねえですが、何が来るかな。あ、赤保留だ。赤来ない。これ319だと絶対当たらん展開なんだけど、赤カットイン。おお、いけた。しおねえ、見事先制のり終了画面。大道後わずか21回転、1500円の投資でサクッと大当たりをゲット。さあ、あとは確変であることを祈るばかりですが、あー緑だ。おのー、確変昇格はならず30回転の時短に突入となりました。自力で引き戻すことができるでしょうか。だからまあ確変いけなかったから時短。これ曲は一緒なのかな。あ、一緒だ。こりゃ厳しいだろうな。おー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 、びっくり、自分でびっくり、絶対いけないと思ったわ。まさかまさかの大当たり、見事時短中の引き戻しに成功しました。でいけた。でもさ、時短中に引き戻してたのはさ、ちょっと大当たり確率が軽い可能性もあるもんね。ゴール。60%が10ラウンドなんだ。あ、違う、あ、もう分かんないよ。あ、あと設定のやつなんかバタッとな。パニック終了画面。あとは設定推測のお勉強で大忙しのしおねえ、どこまで連チャンを伸ばすことができるでしょうか。さて、一方のチャーミーは6000円で101回転でした。さすがにこれ以上は顔置いてきません。はい、2代目オカマセイヌ、2代目の無双にここで見切りをつけます。3度目の正直で新北斗無双3代目。もうこれダメだったら機種変えようかな。52回転やめの台でございます。3000円で52回転だったのかな。豪華ゴージャスファミレス。実戦スタートから1時間が経過しました。現在リードするしおねえですが、継続すればまだ確変。あ、エンド画面。あー普通ですね、あの高設定がなんちゃらかんちゃらが。
ちてた。しおねえ、期待外れの3連チャンで終了となりました。3連して方が1828様、まあ2000個弱かな、上ざらい出ると投資3500円だからちょいプラス遊べてます。というわけで引き続き上手のアマデジを打つしおねえですが、間もなく持ち玉1500個でしょ。これチャンミさんが当たっていなかったら私は遊べるんじゃないか。1500個、遊び盛りのしおねえ、1500個の持ち玉をキープし大移動です。あ、よかった、チャンミさんの隣で当たってたの。すごい焦った、キラキラしてるからさ。だってお隣さん11回も当たってんじゃん。もう死亡だよ、その時点で。私多分当たってないかな、遊び心を。真面目に打つって言ったのに、今日は朝から本気出すって言ったのに、ちょっとチャーミーさんがまだ当たってないのかな、わかんない。断髪とかは当たったかもしれないけど、なんとなく勝手に余裕があると感じた私は、持ち玉でターミネーターズを打つことにしました。ちょっとね、こっちパーソナルじゃないんで、持ち玉の1500個では売ってないんで、まあ、現金1500個なんで6000円分だけ打とうと思います。お、急に何秒、50ちょいでした。ちょっとロゴで隠れちゃってたけど、まだ10秒残ってる。はい、覚醒。はい、金枠。あ、次回予告？うわー、金扉出た。あ、これ当たるわ。あ、これ当たります。よしよし、金扉からの次回予告、素晴らしいコンボです。どうせならキスーツ柄がいいな。テンパイス柄なんだったっけ。2、はい、最強リーチ出ました。金尽くし。あ、後ろの壁はまあ普通でしたけど全然問題ない。あー、いいね、北斗姿勢赤かった。エレガンス。あー、よかった、チャーミー反撃のゴール。昇格してくんない。おー、来た。あら、やだ、女子ばっかりだわ。はい、 ST ゲットでございます。ゴーカゴージャスファビラス、ありがとうございます。いただきました。大道後89回転4500円の投資で厳冬ラッシュ突入です。初当たり1回目から ST ゲットしちゃいました。まあ、最低目標1万発、最低1万発と大きく出たチャーミー。この決勝戦にかける意気込みが感じられます。が、しかしあっという間に残りわずか。終わっちゃうよ。いや、最悪、ひどすぎる。
チャーミー、いきなりやらかしてしまいました。あまりにも痛すぎる痛恨の ST 即抜け単発終了です。 ST 中一回もテンパイしてくんなかった。いやいや、何のための ST 引いたんだって話ですよ。うっかりここでテンパイしてくんないかな。うわー、ダメか。うわー、せっかくのチャンス逃しちゃいましたよ。まあいいでしょう、持ち玉あるうちに引き戻しますから。むしろ通常時の方が初当たり早いんじゃないみたいな、そんな展開に期待してください。暑いの来たら呼びますね。どうせ来ないからな。でもこの台は回ってるんでね、あー移動するのが惜しいな。でも4000円で94回回ったから結構回りましたね。ボーダーね20以下だから。しかし塩根計画通りここで大移動。チャーミーさんは、あ、1回当たってる、1ってなってるから単発だったのかも。まあ、通常だったのか確変するなのかわかんないですけど、とりあえずもう左打ちしてますんで、とりあえずシンフォギア打ってるか。とりここ光が入って顔の写りが良さそうだからさ、わかんない、逆に飛ばしてほしいんだけど。飛ばないかな、これじゃ西日ぐらいになったら飛ぶかな。ここはパーソナルなエリアの方だから1500個。ありがとうございます。しかもなんか可愛い T シャツ着てますね。ちょっと幸運のお腹。シロギさんに差し入れいただいて、まあ、ウコンの力飲んでふっとね、なんか冷静になったんですよ。そしたら、あの追加投資7500円でまさかまさかの119回転しか回っていないっていうことに気づかされました。あの追加投資するまでは1000円平均20キープできてたんですけど、ガタ落ち。これはね、後半戦につなげるための大移動しなきゃダメ。いや、これ足の木さんの差し入れがなかったら前半戦で25,000円このまま使い切っちゃってたかもしれない。いや、もう冷静になってよかった。ここでついに北斗無双に別れを告げたチャーミー、続いてやってきたのはライトミドルスペックの方のシンフォギアの島でした。なんとか後半戦に持ち玉がある状態で戦えるようにライトミドルのシンフォギアに移動してきました。なんとか残り5000円で初当たりにつなげたいです。ここに来てだいぶ弱気になってしまった様子のチャーミーですが、3000円で49回転、これはダメ。早くもシンフォギアに別れを告げやってきたのはガンツの島。0回転の台があったんでこれにしようかな。果たしてこの台が後半戦につながってくれるのか、ぶっちゃけあんま自信ないんですけど、パチンコガンツ2で上がいてみようと思います。さて一方こちらも苦戦中の塩根ですが、ちょっと明らかに回転率落ちたから移動しようかな。でも移動するの、何移動するの。何にしよう。
なんか面白い台あるかな。ハーフタイム。はい、北斗の拳セブン天波を打とうとしたんですけども、あの設定資産演出予習してから打とうかななんて思ってたら、前半戦終了のお時間が来てしまいました。なんかね、ジャーミーさんもすごい瞑想してるらしくて、まあ、私もフラフラと瞑想してちょっとカマセイの瞑想中でございます。まあでもとりあえず前半戦まだ1万5000円しか使ってないので、今回も前半戦強制終了にならずに済んでよかったです。後半戦はちょっとね、こんなに瞑想しないようにたくさん当てたいと思います。お疲れ様でした。1000円で19回転でした。ちょっとどう判断していいか、1000円じゃ何とも言い難いので、後半戦もこの台から実践することになりそうです。スタートから3時間半を経て両者未だ打つ台が定まらぬ低たらく。第36回大会の決勝戦はカマセイヌ対決にふさわしい泥試合になっています。お疲れ様です。お疲れ様です。いやいや、ちょっとあの少年さん何持ってるんですか。あの視聴者の方が優勝おめでとうって。いやいや、これまだ前半戦終わっただけですから。あ、はい、でもちょっとフライングにも程があると思いますよ。でももらっちゃったんで、もう優勝するしかないですね。私はだって受け取っちゃったんで。サイドセブンカップ出始めたのって何年前でしたっけ。7年前ぐらいです。7年かけて今回初めての決勝進出でしょ。はい、はい、そんでサクッと優勝できると思ったら大間違いですよ。いやでも今渡さなきゃいつ渡すのっていう感じなんですよ。きっと7年後 ね、 なるほどねになったらね、もう機会ないかもしれないから、はい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 、はいはい、もう受け取っちゃってみましたって私はもう優勝するしかありません。いや、なんでしょう、今回はカマセイヌ同士での決勝戦、はい、はい、そうですね、っていうね形になりましたけど、はい、まあ割と恐れていた展開に展開になってますよね。ちょっとあの2万5000円を持ちましたけど、前半戦強制終了の、はい、まあギリギリですよね。私もちょろちょろ移動してますし。そうね、あのでも2万5000円使い切らずに、はい、私は折り返せました。はい、多分、うん、あの幸運の女神、女神じゃないな、幸運のオス、幸運のオスがね来てくれたんですよ。幸運のオスって聞いたことないですよ。何ですかそれ。準決勝で戦った足の木さんが、はいはい、足の木さん激励しに来てくれて、でしかもお腹触らせてもらったんですよ。あ、それで勝ったんですもんね、準決勝。そう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 、そっかそっか。だから今すっごい今パワー溜め込んでる状態なので、これ後半戦始まってすぐ当たりますよ。でも白木さんと花だったら花の方がパワーありそう。いやいやいや、花より豚だわ。絶対花より豚だから。そうかな。次回のサイズセブンカップは決勝戦、チャーミー中本 VS 塩姉の後半戦、2代目オカマセイヌと3代目カマセイヌ、負け犬同士の悶絶キャットファイト、衝撃の結末を Don't miss it!